風呂入ってまず自分の中にはでは壁にぶつかったと思って、まあ、ポストプレーもそうだしフォワードとしての動き方とか、まあ、でも監督が高木さんだったっていうのもすごい自分にとっては良かったかなと思います。フォワードとしてのイロハというかそういうのを教えてもらったので怒られまくりました2年目の最初の10試合ぐらいまで全然試合に出れなくて、で怪我人とかすごく増えて、でそこでチャンスをもらって、やっぱ試合に出たことで成長できたって言ったと思います。まあ、自分は5年間熊本にいて、まあ、一言ではないなと、まあ、牧さんが物資を送るっていうのを見たので、そこに個人的に物資を送りました。ななみさんに求められているフォワードとしての動きっていうのが、まあ、真ん中にとどまるだけじゃなくて、まあ、サイドにもどんどん流れていいっていう、でそういうところで起点を作ってっていうことがまだできないところもあるし、でもそういうのを続けて絡んだ中で結局サイドの中に入っていって仕事をするっていうことがもっともっとできなきゃいけないかなと思います。1点ぐらい全然だと思います。1点というか全然だと思います。シュートを打つ時の相手のシュートブロックの速さとか、やっぱ一番危ないところを消すディフェンスのうまさとか、そういう部分はすごく感じます。もちろん全体的な技術の高さも感じますけど、その中でやっていくことで成長やっぱできるなっていう感触はあります。まだその楽しいっていう気持ちでできるところまで行ってもいけないので、それが楽しくできるようになったらもっといいプレーができるのかなと思います。